こんにちは、エヴァト・タケシです。今回は、なぜ年を重ねるほど不安やイライラが強くなっていくのかというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは日々自分の中に情報を取り込んでいます。自分の中に取り込まれた情報は考え方に影響を与えます。自分の中に蓄積された情報が整理されると、 それが自分の考え方になります。そして私たちは自分の考え方に従って行動を起こします。例えば、なぜ炭水化物を控えた方がいいのかという情報に多く触れていると、これこれこういう理由で炭水化物はあまり食べない方がいいんだなと思うようになります。本当は炭水化物が大好物だけど、これからは控えるようにしようと考え方が変わります。 ご飯をおかわりするのはやめておこう。大盛りではなく並盛りにしておこう。糖質制限ダイエットをしてみようと行動が変わります。私たちは日々何々した方がいいという情報を取り込んでいます。何々した方がいいということが分かると、それをしないとまずいことになるという不安が生まれます。炭水化物を控えた方がいいという考え方が出来上がると、 炭水化物を摂ることに罪悪感を感じるようになります。またお代わりをしてしまった。また大盛りを食べてしまった。と悪いことをしているような感じがして嫌な気持ちになります。このままじゃ病気になってしまうかもしれないと不安になり、なんで自分はこんなにご飯ばかり食べてしまうんだとイライラするようになります。ご飯ばかり食べる自分はダメだと責めることで自分を苦しめることになります。 私たちは生きていれば勝手に情報が入ってきます。なぜなら私たちはできるだけ多くの何々した方がいいという情報を入手することで未来の自分が失敗しないようにしよう未来の自分が傷つかないようにしよう未来の自分が損をしないようにしようと考えるからです。私たちは自分を幸せにするため自分を不幸にしないために日々 何々した方がいいという情報を取り込んでいきます。しかし私たちは何々した方がいいという情報を集めれば集めるほど、それをしないと大変なことになるという不安事が増えていきます。体に悪いことをしてしまった、心に悪いことをしてしまったと罪悪感を感じることが多くなります。自分は幸せになれないかもしれないと不安になったり、 なんで自分は幸せになれないんだと怒りを感じたりこんな自分じゃダメだと否定することが多くなりますどんどん蓄積されていく何々した方がいいという情報に従おうとすることで自分を束縛するようになりますおかわりをしたいけどしてはいけない大盛りを食べたいけど食べてはいけないと自分を縛るようになります年を重ねれば重ねるほど それをしないとまずいことになるかもしれないという不安事が増えていきます。人生経験が増えれば増えるほど、した方がいいことができない自分に罪悪感を感じたり、怒りを感じたり、そんな自分をダメだと否定することが多くなります。大量の何々した方がいいという情報に縛られている自分を解放するためには、好きな方をしてもいいと考えることが大切です。 何々した方がいいという正しさにとらわれている自分に気づいたら、したい方をしてもいいんだよと語りかけることで自分を自由にすることができます。あなたは好きなことをすることで心が満たされます。したい方をして自分を満たしてあげるという体験を積み重ねていくことで精神状態が良くなってきます。心の状態が良くなれば不安や罪悪感や怒りに 囚われなくなくります好きなことをして自分を幸せにしてあげればそんな自分をダメだと否定する必要がなくなります。ということで正しいことをするのも大切だけど絶対に正しいことをしなければいけないと縛られないように気をつけてほしいと思います。正しさに縛られて不自由になっている自分に気づいたら好きなことをして楽しんでもいいんだよ したい方をして喜んでもいいんだよと語りかけて自分を楽にしてあげましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。